年収を上げたい人が勉強するべきものなんですよ。年収1000万以上が 60%。 英語ができる人の方が年収が高くて、英語できない人の方が年収が低いっていうのは、まあこれ見ると大学生のうちにやり込んでおくっていうのが一番楽な方法かなと思います。ほうだい、ありがとうございました。もちろんチャンネル。さあ、今回はハローでは、武田塾イングリッシュ CEO の伊関です。はい。普段はね、森田先生と一緒に武田塾イングリッシュチャンネルの方で、英語学習にめちゃくちゃ役立つ情報を配信してます。はい。そんな伊関さん、今回、何の情報を持ってきてくれたんですか？今回はですね、年収を上げたい人が勉強するべきものなんですよ。はい。まあ、このチャンネルのね、視聴者さんだと、すでに勉強している方が多いんじゃないかなと思うんですけど、それが英語なんですよ。でしょうね。はい。はい、はい。で、今回はですね、そのなんで英語ができると、年収が上がるのかと、そもそも上がるのかっていうね、裏付けとなるデータとかもちょっと持ってきたんで、なるほど、一緒に見ながら、コメントしていけたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、わかりました。で、今回はこの IT メディアビジネスオンラインが出している英語ができれば給与はアップするのか、年収1000万円の壁という記事を持ってきました。はい、で、そこにいくつかデータが載っていますので、それを一緒に見ながら話していければなと思うんですけれど、最初のグラフがこちらですね。うん、エンワールドジャパンが出している年収について調査したものになっているんですけれど、英語レベルが上級、ビジネス、中級、初級と、でそれぞれが年収がどれぐらいだったのかっていうのがね、多分選択できるようになっているってことだと思うんですよね。ああ、その登録する人がってことですね。そうですね。はい、ここで驚きなのが、上級流暢っていうのを選ばれた方っていうのは年収1000万円以上が 60% なんですよね。ほうほうほう。めちゃくちゃ高い結果になってます。このグレーのところが3000万以上で、それはもう 2% しかいないで、はい、あまり参考にならないかなとは思うんですけれど、僕らですか？そうかな。はい、濃い青のですね、1500万円以上から3000万円未満っていう人がなんと 25%、うん、これも相当多いと思うんですけど、ね、そうですね。で、次の青色の1000万円以上、1500万円未満が 31% となってますので、合計すると約 60% っていうふうになってますね。あともう一つ面白いなと思ったところが、この初級挨拶レベルになってしまうと、逆に1000万円以上を超えているこの青色の人たちっていうのが合計でも 12%、うん、となってしまっていて、で中級、ビジネス、上級というふうに上がるにつれて、この割合がどん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 大きくなっているっていうのが、一目で分かるかなと思いますので、そうですね、はい、なのでやっぱり年収の高い人っていうのは英語力が高いという、相関関係が見られますよっていうのが、分かるグラフになってるかなと思いますね。これが英語上級のレベルにいる人っていうのが 58% が 58% が1000万円以上、半数以上がもう超えてるってことですね。それに対して 42% の人が1000万未満だけれども、500万円未満の人は 7%、 500万800万、あで上級の方はでもビジネスレベルよりも500万未満の割合が増えるんですね。多分ね、英語上級の英語の先生とかね、収入高くないですから英語の先生、そういう人たちも職人気質みたいな方だともいらっしゃるのかなとちょっと思いましたけど、でもそうして言うと、やっぱり英語ができる人たちの方が年収が高くて、英語できない人たちの方が年収が低いっていうのは、これ見ると明らかですけどね。そうですね。ではもう一つデータがありまして、これはオンライン英会話で有名なレアジョブさんが出しているデータになるんですけれど、セファールの B2 レベルの人たち、セファール B2 って言ったら相当英語力ある人たち、英検準1級とかねに届くみたいな人ですね、はい、そうですね、の人たちの年収がどうなのかっていうのを、これアンケート調査した結果になるんですけれど、セファール B2 レベルの人たちの4人に1人がなんと年収1000万円を超えていると。おお、4人に1人、へえ。レアジョブを受けてるっていう人たちになってくるかなとは思うので、はいはい、その中でもさらに意識が高い人なのかもしれませんが、それでもやっぱり相当高いです。そうですね、っていうグラフになっていたんですけれど、どうしてなんでしょうね。そうですよ、なんでそうなるんですか。一応私が考えてきた理由が2つ考えられるかなと思ってまして、おいおい、本当に英語ができるから仕事ができるのか、その仕事ができる人は何かをね、マスターする能力が高いから英語もできるようになってるんじゃないかとかいう意見もあるかなと思うんですよ。なるほど、卵が先か鶏が先かみたいなね。そうですね。どうしてそうなってるか私なりに考えた一つ目の理由として、有料企業に就職しやすくなるっていうのが一つ大きな理由かなと思います、そうですね。当然年収が高いということはいい企業にね行ってる可能性ありますからね。そうですね。大手企業になればなるほど TOEIC のスコアっていうのをね、入社条件であったり昇進の条件にされてるところが多いかなと思うので、
逆に基準として出してない企業でもやっぱりTOEICのスコアを見て選考の判断材料にしているっていうところはあるかなと思うんですね。はい、ありますね。まあ、なので就職に強くなれるっていうのがね、まず一つ目の理由かなと。で、二つ目の理由の方が強いんですけど、うん、仕事に集中できるからなんじゃないかなというふうに思いました。お、仕事に集中できると。そうなんですよ。実は英語力を入社する前に身につけてるパターンなんですけど、うん、早くから身につけている人っていうのは社内の英語力に関する昇進基準をもうすでにクリアしてるとか、はいはい、逆に試験があったとしても楽にクリアできるんですよ、うん、ということはその分もう仕事、もう本来の業務の方に時間をね当てて集中することができるかなと思うんですよ、うん、なので仕事に集中できるからこそ仕事で結果が出て、でその分上司だったり会社から評価されて出世できるっていう理由ですね。英語の方はもうさっさと片付けられてってことですか？そういうことです、まあ、例えば多分高い英語力求められる企業として、うん、IT 系の企業とか挙げられるかなと思うんですけれど、やっぱ英語できるだけだったらどうしようもならないじゃないですか、はいはいはい、で IT 系の資格の勉強であったりとかっていうのをしていく必要があると思うんですけれど、うん、英語ができないってなってくると、うん、もう英語の勉強もしながら IT の勉強もしてっていう風になってきちゃうと思うんですよ、はいはいはい、なるほど。ただもう英語できるよっていう人であればもう英語の勉強をそんなに時間費やさなくていいので、うん、隙間時間とか休みの日とかは IT の勉強に全振りできると、うん、だからこっちの仕事の方で結果が出て、もちろんここで仕事結果出ないと年収上がりませんから、なんでそういう風に上がっていくっていう可能性もあるのかな、なるほど、いう風に思いましたね。あとは、まあ、就職時には英語力高くなかったという人でも武田塾イングリッシュみたいにね、うん、あの短期間で英語力を一気に伸ばすっていうスクールもありますので、はい、まあ、そういうスクールに通って英語力を伸ばして外資系に転職したりとか社内の昇進基準をクリアして年収を高めているっていう人もいるんじゃないかなとは思います。なるほどなるほど、うん、まあいろんな理由考えられると思うんでね、どんなのがあるのかぜひとも皆さん教えていただければ、はいはい、いいんじゃないかなと思いますね、はい、あとはやっぱりこの英語力を学生のうちに身につけることができたら本当はベストですね。ああそうですね、うん、まあ、森田先生のチャンネルだとやはり大学生とかもね、はい、多いんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、自分自身も大学生のうちに英検1級、うん、TOEIC も900点以上取得することができたんでキャリアを楽に築いていくことができたんですけれど、これやっぱ大学生のうちにやっておかないで社会人になってからやるってなると相当大変ですね。時間ないですからね、うん、そうですね。もちろんその中でも社会人の方で短期間で結果を出している方っていうのも武田塾イングリッシュに通われている方の中には多いんですけれど、やっぱり大変ですね、うん、うん、相当な努力が必要になってくると思うので、まあ、勉強時間を、ね、たくさん確保できる大学生のうちにやり込んでおくっていうのが一番楽な方法かなと思いますね。それを話していたらもう一つ思い出しましたね。3つ目の理由、英語力高い人の方が入社してからすぐにレベルの高い仕事に当てられる可能性が高くなる。自分自身もベイカレントコンサルティングっていう会社に新卒で入ったんですけれど、最初から英語ができたので通訳として相手の会社の役員さんとお話しする機会があったりとか、役員レベルの人しか参加できない会議に参加させてもらったりとかする機会があったので、最初の方からそういうレベルの高い仕事に関われる可能性が上がるっていうのがでかいのかなと思います。はい、ということで、はい、ちょっと今回は森田先生のチャンネルにお邪魔させていただいたんですけれども、はい、まあ、武田塾イングリッシュチャンネルの方ではですね、最短最速で英語をマスターすることのできる学習法についてだったり、おすすめの参考書について普段から情報を配信していますので、もしこの動画を見てね、よし私も英語学習頑張るぞと思った方はぜひ武田塾イングリッシュチャンネルの方も見に来ていただいて英語をマスターしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。でさらに武田塾イングリッシュでは具体的にどういうふうに勉強していったらいいのかについて完全無料で英語のプロと相談できる無料カウンセリングも行ってます、うん、そちらもまだ受けたことないよっていう方がいましたらぜひお申し込みください。では今回はありがとうございました。はい。